はキャプテンジャンであります。今日は光栄の参考詩英傑伝サタン版をプレイします。第1章第2幕。祖国は大軍、まともに戦って勝てる相手ではありません。건축금융공화뭐미국도뭐그냥뭐그렇게별취지가안돼보이는데아버지건강에문제가없어서니까어그래요우리파트너나그것도소름돼힐링은박사다이게씨발저거박사는박사라고뭐갔다어조감사감사박사경제학조감사또그부사장도박사그부사장이거박사라고그래간판만박사지어직장박사가하도돈에빠져가지고어옛날말지금은시대야그래서박수라고못해라아여기사회에사회에빛나가는생명이있는데진짜이신방금수고잡고아무동맹에있을때수고있을때그때언제소약을음악스카이바20년에30년주보슬소戦いになるのは嫌だな。まだまた外に出れなくなっちゃう。輸送隊はちゃんと使ってるかな。輸送隊は足は遅いが補給ができる大切な部隊だぞ。吊り橋は外側からは絶対に下ろせないわ。だから門限を過ぎると城に入れないの。ここから北に行くと樹州があるよ。え、もう知ってるって？隊長はちゃんと見ていますか？部隊によって耐久が違うことも覚えておきなさい。この城は周りを堀で囲まれてる。だから吊り橋からじゃないとお城の中へ入れないよ。武闘家隊は家計が得意と聞いたぞ。この萩の南に呉という地方があるそうだ。そこなかなか大きい国らしい。ジョシュ様のおかげで今まで戦争に巻き込まれずに済みました。でも今度はもしかしたら曹操にはいい部下がたくさんいる。
カコートン、カコウエン、ソウ、ソウイン。私は武器屋ですが、何のご用ですか。ありがとうございました。またのご利用を。東京様の治めている土地はこの助手と南西にあるソペ、それと南にあるハービーの3都市だよ。いいね。あんたたちはずっと年も取らず同じ顔でいられるんだから。舞台を無駄に退却させないよう十分気をつけなさい。最近体が動かなくなって体が動かなくなってきちゃったよ。年だね。戦いは戦場の地形に合わせて攻め込む部隊を選ぶそうですね。創薬は耐久が回復します。豆と違い複数の部隊の回復ができます。ソソってさ、悪人なのかな、それとも先人なのかな。すごいやつなんだろうけど。先人。ここに創薬というのが売っています。とってもいいものですよ。俺たち族はどこでも歩けるぜ。さすがに泳ぐには苦手だけどな。武器を持てると能力が上がるぜ。いい武器は高いけどな。祖祖のハイカーはすごい人たちをばっかりだからな。気をつけた方がいい。私は戦う方を選びます。たとえ相手が大軍でも士気では負けておりません。足の首一つでみんなが助かるのなら一層のこと。祖祖君は大軍、まともに戦って勝てる相手ではありませぬ。敵は大軍、このままでは何とも。張飛殿を使者に送りましょう。おー、兄上、出身を決意なされましたか。兄貴、俺を祖祖君へ使者に出すかい。そっと決まれば話が早い。よし、すぐに行ってくるよ。Thank you.
やべえ。なんかエラが発生しました。まあセーブしておいたんですから大丈夫です。大丈夫です。またあり？殿、大変です。人類に両夫が攻め込んできました。何、それはまことか。なんたることだ。両夫め、味な真似を。殿、張飛と申す者が来て停戦を求めております。いかがいたしますか。張飛、そうか、指は停戦を求めているのか。指、悪運の強いやつめ。張飛に伝えよ、停戦を受け入れるとは。ああよし、全軍人流に引き返すぞ。劉邦を人流から追い払う。戻るぞ。ずいぶんおとなしく帰っていったな。なんかあったんじゃ。わからん。しかし女子が助かったことだけは確かだ。とにかく城内に戻ろう。ユビ殿、本当にお世話になりました。いえ、我らは何もしていません。祖祖が書いていただけです。いやいや、援軍に来てくれたのは優美殿のあなた方だけなのです。心から礼を申します。ここにこうして出られるのも優美殿のおかげです。ありがとうございました。これで助手は救われました。助手が救われてよかったです。やっぱり人助けをした後は気持ちがいいな。ユビ殿、ありがとう。ユビ殿、私からのほんの気持ちです。どうか受け取ってください。これは我が中心に昔から伝わる私有一体の剣です。そのようなものを私にくださると、本当に意味のある人にその剣を使ってほしいです。どうか受け取りください。私有体剣を手に入れた指殿の実は頼みたいことがあるのじゃ。私にできることなら何なりとお申し付けください。ありがたい。実は、ソペを指殿に納めてもらいたいのじゃ。なんと、私のような者にはとってもそのような大役、認めることはできませぬ。いや、この助手の民を助けると思って、ぜひ引き受けてくだされ。
わかりました。私でよろしいのでしたら引き受けさせていただきます。おお、引き受けてくださるか。よかった、ユビ殿。ソペの民をみんな喜びますぞ。それとソペのことなら、尊権が役に立つでしょう。使ってやってください。ユビ様、いえ、殿、これからよろしくお願いします。孫権が進化に加わった。ここから西に行くと、ソペです。では、参りましょう。では、ソペにご案内します。殿、どうぞこちらに。これが我が城か。